はい、ということで今回はですね、品川ダートの後半やっていきたいと思います。まずはフィンからの情報をもとに妖精の集落に向かってみましょう。それでは行きましょうか。見立て橋をね、渡って先に進んでいきたいと思います。今 1,2,3,4 枠が4つありますんで、なんか仲間にしていきますか。ピチャーシチャピチャーピチャーシチャなんだっけ、ピチャーピシャーチャピシャーチャ仲間にする。今レベル31、32なので両方話せますね。じゃあここはケルピーから仲間にしていきましょうか。ねえ、この出会いって運命なのかな。組織の陰謀だ。どういう性格なんだよ。え、雷小石を握るとアムリタソーダになる。いいだろう。え、めっちゃ便利なんですけど、リリムさん。1個になった。4つが1個で済みました。いや、それはねぎらないのかーい。もう十分だろ。ケルピーのね、肉は美味しいらしいですからね。シャーチャ、シャーチャ様。握れ、オッケー。ああ、まあ高いけどいいだろう。仲間になれ。オッケー。めっちゃ握ってくれるね。それはねぎらねえのかーい。ねぎらないときはあれなのかな、もう十分だろうのタイミングなのかもしれないですね。あ、いいね、チロンヌプ出てきた。これ今いないっしょ。オッケーオッケー、ナイス。魔石を4個。もう十分だろう。行ってみようか。なにーダメなんかーい。よいしょ。クバンダがね、襲ってくるんですよね、ここ。襲ってくるんだけど、もしかしたら倒せるんじゃねえかっていうことで、一旦セーブしてから挑もうと思います。さあ、じゃあ、ここはクバンダが出てくるんですけど、倒してみようか。ここでクバンダ倒しとくとね、後でサキュバスの依頼を受けた時に、すぐに、クリアすることができるんで、いいんですよね。いや、先に攻撃してくんのか。それはきついね。こいつの弱点なんだっけ？
結構強いな。結構強いぞこいつ。魅了とか効かない？効かないか。祝福いいね。とりあえずこれで攻撃。ジオが弱点ね。オッケー。であればこいつを強化しようか。もう倒せそうな感じはしてきたね。これで MP 中回復使ってみるか。お、いいねこれ。意外と余裕で倒すことができました。瓶をサキュバスに渡して、プバンダの大瓶をゲットしました。あとはね、まあ、これをこの先にいるサキュバスに渡せばクエスト始まってすぐクリアすることができるということですね。ポルターガイストがいるので、あれどこ行った、あれいたよな、ポルターガイスト今。いたいた、こいつはちょっと仲間にしておきましょうか。まあ、タイミングによってはね、あのアリスの材料にできるので、なんだそりゃ。魔界探検です。ねぎれねぎれ。ちょっとお金が少ないからね、あんまり渡したくないんだけど。めっちゃ持ってくじゃん。なるほど。あれ、サキュバスってこの辺にいなかったか？あれ、あいつ違うな。こいつらは？初めて見る。うんにゃ、ならん。ならんと言ったらならんのじゃ。おお、親父殿、いい加減目を覚ましてください。いつまでもカビ臭い伝統にとらわれていてどうするのです。あたしらも他の神々と手を取り合わねば。このバカ息子が流行りに惑わされて誇りを捨ておって。
私どもが全ての物語の王の名を欲しいままにしたのは今は昔。今誰がこのアナンシとおにゃんこぽんの名を崇め称えるって言うんです。あ、これがおにゃんこぽん、あの進撃の、まあいいか。にゃやめえ、客人が来ておる、みっともないぞ。家族団らんのひとときに無粋なお方ですな、名乗りなさい。聞かぬなじゃが、我らが世界に疎いせいじゃろう。それにしても実に美しいいでたち、名のある神とお見受けするぞ。ああ、この人たちはベテルに所属しようとしているのか。少なくともアナンシの方が。プライドが高い。我々は全ての物語を滑るキングじゃぞ。土地も民もなき王とは嘆かわしい。これぞ裸の王様ですな。アブディエルに勧誘されているのか。いいだろう。この品川でとある悪魔を買ってきてもらおう。蛇竜バジリスクを少なくとも2体以上。うん、簡単じゃん。いいんじゃないか。用意ポン。用意ポンすると出てくるのかな。あ、どっちどっち。どういうつもりだ。あー、これ本当にそうなのかな。本当か。見えなくなっちゃってんじゃん。マップのポイント見えなくなっちゃってるじゃん。いねえな。ケルピー、ロア、ロア欲しいんだけど、ロア欲しいんだけどさ、今はロアに構ってる暇はないんだよな。あ、ディースが普通にいるな。ちょっと待って。あいつらいなくね？いなくないっすか。
ちょっと待って、ないぞ。いないぞ、バジリスクが。あ、いた、いた、いたよ。最低でも2体だからね。さっさと倒さないと。やばい、もう満月になっちゃうよ。もう一体、もう一体、どっか、いない？あ、いた、いた、いたよ。OK。これでノルマは達成だね。とりあえず。作詞だな。で、ここにロアがいて、帽子をかぶった人間を見たぞ。うん、あいつか、太宰か。太宰のことは別にどうでもいいので。お、いた、いた、叫ばす。
前か。お。少年。なるほど。男性の方角に多数の生体反応を確認。妖精の集落と推測。ダザイ、ここにいたの。あいつに習った悪魔召喚の技を使ってさらわれた生徒たちを助けようって決めたんだ。だからこっちの調査は俺に任せてくれ。俺はもっと探してみるよ。行かせねえよってこと。妖精の村のことはお前に任せる。あ、行かせねえよってことね。あいつに習った悪魔だから。あ、分かった分かった。俺はもっと分かったよ。分かったけど、分かったけどさ、この上から行ったらスルーできんじゃん、もしかして。ちょっと試してみようか。ほら、すごいなお前。分かったよ、そこまで言うなら妖精の集落に向かうよ。はい、それじゃあ妖精の集落に突入していきますか。うい、君たちか。ミヤズちゃん、ここにはいないの？ああ、フィンと名乗る人物が多くの生徒を助けてくれたんだが、ミヤズの姿はなかった。お前はよく襲われなかったな。もしかしたら君たちが悪魔と一緒にいただろう。見つかっていないなら仕方がない。ただでさえミヤズは苦しんできたというのに、こんな目に遭うなんて。この世界は。どこか間違っている気がする。ミヤズいないの、ここに。世界、ユズル君は何が間違っていると思うの？なんか主張し始めた。世界の不平等だ。もし本当に神がいるなら、すべての人を平等に作ればいいじゃないか。罪なき人間が不平等に生まれてくる。僕はその一点において今の世界を間違っていると感じてしまう。人それぞれに感じ方があるものね。その苦しんできた妹さんを救うため、あなたは探し続けるのかしら。ああ、その通りだ。僕はもう一度ミヤズを探しに行く。どんなことをしてでも妹を助けたいんだ。どうする？決まりね。何ですか？俺たちは我らが保護した人間の仲間か。この方は妖精王オベロン、そして私は妻ティターニアです。なんということでしょう。ええ、
そうね。え？ええ。そんな。どうする？助けなきゃ。わかった。はい。そうね。そうね。絶対にあの悪魔たちの中に犯人がいるのよ。銀色のリンゴみたいな果物、これを逃したらもう食べられない。少年、ミースのこと？マジか。これで聞き込みをするのか。あー、なるほどね。じゃあまずはこっちから行きますか。オイラたちはアリバイがあるから容疑者から外れたはずだほ。リンゴがなくなった時、オイラたちは雪穂の合戦中だった方。どういうこと？雪合戦中ってこと？ああ、そういうこと。お互い一発でも当たったら瀕死だ方。スリリングでたまらん方。空を飛んでる悪魔がリンゴを持って行った方。オイラにはリンゴを持って行った悪魔は雷を使っているように見えた方。空を飛んでる、雷を使っていた。どっちかが嘘ってことね。次はこっち。
流しをに見張りを頼んだっていうのが本当だよってことか。こいつらじゃないの？犯人って。あとはユニコーンか。ピクシーさんの後に来た二人からはどちらも羽の音がしなかった。ジャックランタンなんじゃないのか？これじゃん？ユニコーンの証言からリンゴのそばには3人の悪魔がいたことが分かった。最初の1人はピクシーだ。2番目にリンゴに近づいたアガシオンは自分たちが見た時にはまだリンゴがそこにあったと言っている。つまりリンゴを盗んだのは3番目にリンゴに近づいた悪魔ということだ。残る容疑者はジャック・ランタンとフロストの二人のどちらかだが、となるとランタンの証言はおかしい。二人はどちらも雷を使う悪魔ではないからな。となるとジャック・フロストの方は真実を言っていることになるだろう。ジャック・フロストかジャック・ランタンのどちらか、かつ空を飛ぶ悪魔となると、犯人はジャック・ランタンしかいないというわけか。よく整理してくれたな、青髪。正解でしょ。どう？おお、正解だった。秘書かな？政治家か？あ、これリンゴの形だったんだ。これ言われるまで全然気づいてなかったわ。これは嬉しいね。よし、それじゃあイズンに話しかけに行きましょうか。
そういえば、ありがとうございます。じゃあね。はい、ということで次はリンゴを集めていく回ですね、になりそうですね。それじゃあ一旦今日のところはここまでにしてセーブして終了しますか。また次回リンゴ集めやっていきたいと思います。それではまた。